パチ石シの道具。棒状サイコロを使用。パチ石シはインドの国民的なボードゲーム。スゴロクに似たダイスゲームで4人が2人ずつチームを組んで戦う。ミャンマーのマンダレーでパチ石シを遊ぶ人々パチ石シとはヒンディー語で25を意味するパッチースの形容詞型でダイス代わりに振る宝貝の目の数の最大値が25であるためにこの名がある。 4人の競技者が2人ずつチームを組んで戦う競争ゲームの一種である。インド以外にも中東やモンゴルなどでも行われている。また19世紀以来パチ石シをもとにした多数の市販ゲームが西洋で販売されている。バンは中央の立方体から四方に8、3マスの長方形が伸び全体として十字型になった特徴的な形をしている。十二のマス目には 印がついていて敵の攻撃を受けない安全地帯であることを示す。競技者は十字型の先にパートナー同士が向かい合うように座る。各人は四個の駒を使用する。自分以外の駒とは色によって区別される。伝統的にはサイコロの代わりに宝貝を六個使う。表の出た個数によって動かす数が決まる。ただし、すべて裏の場合は十五一枚だけ。 表の場合は10とみなす。コマは矢印に沿って動かす各人は、半時計回りに順番に宝貝を振り、出た目に従ってコマを動かす。出た目が気に入らない場合は、パスできる。あるいは振らずにパスすることもできる。RC ベルの説明によると、出た目が6.1025の場合は、普通にコマを動かした後に続けてもう一度振ることが、できる。また、2個目以降のコマは、 6.1025が出た、時のみ盤上に置くことができる。パーレットの説明は、これと異なり、出た目が6.1025の場合はコマを普通に、動かした後に盤上にある自分のチームのコマを1、マス余計に進めるか、または自分のコマを盤上に置くかのいずれかを選び、さらにその後もう一度振ることができる。6.1025を3回連続で出したら、 通常は何かのペナルティがあるが、どんなペナルティかについては一致しない。駒は中央の立方体から動かし始め、まず自分に近い8マス3列の長方形の中央の列を通る。端まで来たら、そこから十字型の円に沿って半時計回りに一周する。一周したら、再び中央の列を戻って、中央の立方体に戻ると上がりになる。 中央列の往復で16マス、円の一周が68マスなので、合計すると84マス動くことになる。上がるためには、ぴったりの目を出す必要がある。パーレットによると、一周を終えた後に、戻らずにそのまま二周目に入っても構わない。駒が進んだ先に敵の駒がある場合、安全地帯以外では、敵の駒は取られる。取られた駒は、最初からやり直しになる。 敵の駒を取った場合、もう一度振ることができる。安全地帯に敵の駒がいる場合は、そこへ動かすことはできない。駒が進んだ先に味方の駒がある場合は2個をまとめて、その後は一緒に動かす。敵が複数重なっている場合は、それ以上の枚数を重ねた駒によって取ることができる。先にすべての駒を上がったチームが勝ちになる。超パル、または チョーサルはパチ石シと同じ盤を使い、ルールも基本的にパチ石シと同じだが、宝貝ではなく4面の棒状サイコロを3個使う。サイコロの各面には1.25.6の目が描かれている。パーレットの説明によると、チョーパルはパチ石シと異なって、最初から盤上にコマが置かれており、また安全地帯はない。チョーパルでは各サイコロの目に従い、 それぞれ別の駒を動かしても良い。またパスはできない。このため、ジョーパルはパチ石シよりずっと複雑なゲームになっているという。西洋の文献で、ジョーパルはパチ石シとしばしば混同されるが、パーレットによれば両者は大きく異なったゲームであり、ジョーパルの方がより複雑で高級なゲームと考えられていた。パチーシを元にした様々な市販ゲームが19世紀以来、 西洋各国で販売されているが、全体的にルールが子供向けに単純化されている。パーチージはアメリカ合衆国のゲームで正確な起源は明らかでない。1867年にジョン・ハミルトンという人物がパッチジーの名前で著作権を申請したが、ポットチーズを連想するために後にパーチージに綴りを改めたという。比較的インドのパチー氏に近いが、 普通はチームを組むことはなく、宝貝の代わりに2個の通常のサイコロを使用する。パスはできない。サイコロのどちらかの目が5か、合計が5の時にのみコマを番に置くことができる。ゾロ目が出たら、通常の動きに加えて、その目の裏側の目の数だけ2つのコマを動かすことができ、さらにもう一度振ることができる。味方の駒が複数重なっている場合、 敵はその駒を取ることも通過することもできない。駒が一つ上がったら10歩、敵の駒を取ったら20歩のボーナスが与えられる。ルードはイギリスのゲームで1863年頃に最初に公開された。イギリスのングメーカーであるジャック・オブ・ロンドンが特許を取得している。バンの形は本来のパチ石シに似ているが、マス目の数は83でなく63になっている。 チームを組むことはなく、二人から四人で遊ぶ。各人の駒の数は四つで、一個のサイコロを振って、その目に従って駒を動かす。最初に番に駒を置くには6が出る必要がある。6が出たら、もう一度サイコロを振ることができる。複数の駒を重ねることはできない。ルドーから、さらに派生したゲームに、フランスの小さな馬のゲームや、中国の飛行機がある。 ソーリーは現在は、ハズブロから販売されているが、すでにバンは従事をしておらず、カードを使用するなどパチ石シから大きく変化している。ありがとうございます。